はい、どうも松です。どうもどうも、今日もですねバトルアイドウォーズ創生やっていきたいと思います。はい、で今回はですねこちらのギャレンさんと戦うステージをやっていきたいと思います。で前回残月神さんを仲間にしたのでその方をね使ってやっていきたいなという気持ちでいっぱいなんですけれども、あ、いましたね、かわいいメロン。ちょっとレベル上げれる？あ、1レベルだけ上げれるけど、多分1レベルは意味ない。人類の未来を切り開く、かっこいいね。いや、残月さんと、残月さんって呼んでる？みんなシンさんって呼んでる？ガイムさん使っていきましょうか。ちょっと前回タブードーパントと戦いたいみたいな話をしたんだけど、ちょっと先にねこっちからやっていきますわ。A ランクのやついきなりつけれるじゃん、この人すごいな。これでいこうか、最高。ミッション開始だ。ちょっと必殺技ゲージ、あ、これはそうだね。ちょっと今座り直した。罪を背負って、私は未来を切り開く。この人声めちゃめちゃかっこいいよね。でコメントでいただいたんですけど、シュッって言った。俺は自分の力を証明するために戦う。この人もかっこいいな。この新しい力やらせないぜ。存分なんか人形をとにかく拾った方がいいみたいな言ってたから、この金色の箱見つけたらね、できるだけ。どけ！行くぞ。この人待って。何、どういうこと？どけ！なんでこんな走るの早いんだ。ちょっと待ってね。これ今ね、メロンエナジーアームズって状態かな。三角。ソニックレイン、上空に向かってメロン型のエネルギーを発射、空中で破裂。なるほどね。特と味わえ。わあ、すげえ、これ強くない？特と味わえ。てか待って、これあれだ、範囲攻撃だ。特と味わえ。しかもさ、ホーミングしてるもん。しかして行くぞ、終わりだ。あ、そういうわけじゃないか、俺がちょうどたまたまいい位置にいただけかな。特と味わえ、終わりだ。あ、そうだな、多分なんか相手のとこに直接行くわけじゃなくて、特と味わえ、ある程度の距離のところに矢を振らしてる感じ。待って、強えな、これ。で、丸、追加入力で周囲を脱ぎ払って大きく吹き飛ばす、了解。あ、あれか。なんか押ししたら強いやつ。あ、なるほどね、そういうことか。あ、そういうことか。一回攻撃して、その後。セイハー！セイハー。てか、なんか攻撃してる時の回避がめちゃめちゃ早いことに説明がないんだけど。まだだ、めっちゃ気になる。まだだ、これ意外と強いよ多分。僕と味わえ。どういうことだ。ほいほいほい、三角と丸は弓だね。てかこれ剣だと思ってたんだけど、剣と弓は同時に使えるみたいな感じだ。いいな、この武器かっこいい。行くぞ行くぞ、行くぞの時にさ、耳元で行くぞって言ってくれるんだけど、めちゃめちゃイケボなんだ。かっこいい。よいしょ、まだだ。めっちゃ強いんだけどこの人。まだだ。この人さ、近場にしか攻撃できないのかと思いきやさ、この回避した時の超高速移動が鬼のように強いから、え？仲間に入れてほしそう。なんだなんだ。今めっちゃ仲間入れてほしそうじゃなかった？こちらの戦いを調べてる。あれか、この人は頭いいキャラか、もしかして。やばいだ、それだったら。待って、敵リーダーどこにいるの？お前の強さ。あ、いっぱい来た。待って、オッケーオッケー、行こう。何事だ。この端っこから行こうか。あ、なんかバイクかわいいね、ピンク色だ。どう？こんにちは。終わりだ。よいしょ、受けて、ナイス。ほっ、よいしょ。あれだね、コンボ攻撃がそんなにないから、なんかボス的にはあんまり強くないのかなっていうイメージがある。あ、やべ、ミスった。たまにさ、バイクと間違えてさ、この場で消えるがいい。最強の技使っちゃうよね。はあ、お前次は貴様だ。あ、かっこいい、これ。容赦しない。え、めちゃめちゃ強いんだけど。ちょっと待って、バイク乗ってボスのとこに急ごう。急げ急げ。おい、バカバカバカ、こんなことやってる場合じゃないのに。めちゃめちゃ棒読みだったの今。往生際の悪いやつめ。往生際の悪いやつめ。最強の技使おう。おら、あ、なんかちょっと強化されてる。かっこよすぎだろこの人。てか待って、この人なんかさ、最強モードに変身してるときさ、若干なんか性格が変わってる気がする。どけ、はぁとか言わなかったんじゃない？なことない、そういう日もあるよって感じ。とくと味わえ。俺にもやらせろ。俺にもやらせ。新しい力を出すのは
あれどこ行った？あ、いたいた。行くぞ。行くぞがマジで終わりだ。でもちゃんとさ、人形取ろうとしてんだけどさ、人形がないのよな。待って、回避性能が高すぎるこの人。お前に勝ち目などない。かっこいい。この人中身誰だろう。めっちゃファンになりそう。あれいるよねどっかに。あ、いたいた。待って、向こうか。埋もれてる？埋もれてる？もしかしてどれ？あ、いた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 。よかったよかった。埋もれてるかと思いました今。どうしたかな？オッケー。終わりだ。でもギャレンさんに見られてるから。赤い倉庫入り口。わかった。行こう。おりゃー。ブイーン。あ、見てるまた。仲間入りたいならいいなよ。さっきと同じモーションなの。俺も負けてられないな。え？どういうこと？うわ、なんか敵がいっぱい出てきた。多分この人雑魚狩りには多分この丸攻撃は強いと思うんだけど、これ行くぜ。この人はなんか化ける気がするわ。てか俺さ、あれどのゲームやってても言ってるけどさ、あの動きが速いキャラがめっちゃ使いやすくて好きなのよね。この人の回避攻撃、ちょっと待って、気持ち悪い相手。回避攻撃がすごい使いやすいからさ、この人ちょっといいかも、好きかも。どけ。まず敵を、よいしょ、完璧。おお、さすがだな。ガイムさんが覚えてる。強い、うん、え、来るか。え、いるな、どっかにいるぞ。ってどこだ。無駄なあがきを。え、どこにいるの。この下か。え、どこ行った。なんだ、え、ボスって出てるよね。あれどっち。え、上にいる。あ、この上。ちょっと難しいとこにいないでよ。ちょっと待って、なんで下に降りてきてくれないんだろう。なんか撃たれてる俺もしかして今。あ、人形だ。やった。さあじゃあダブルキックやるか。行くぜ。行くぞ。やらせないぜ。この二人は特に掛け合いはないだな。今の私の前に叶う者などいない。かっこいい。え、ギャレンさんが逃げていく。下に降りただけだった。変身しよう。貴様の命に意味などない。貴様の命に意味などないって結構過激なセリフよな。かっこいい。でこの後にスローモーション、これがかっこいい。マジでこれやってる時になんか入力したらできたりするのかな。特にないよな。待って強っ。待ってこの人、待ってこの人強いぞ。残月神。終わりだ。待って、しかもかっこいいんだよめっちゃ。暗いガードしやがった。ほら、後悔させてやる。最強モードになって後悔させてやる。死んでくれ。ここだ、さよなら。この超至近距離で弓ぶっ放した。かわいそうに。かっこいいな。お前頑固で根性あるじゃねえか。いつも桃太郎さ、世界を救う責任は私が果たす。右下のあれなんだよね、文面と全く違うこと言うのよな。お前へまで一緒だからその言葉来るんだろうなってちょっと身構えると全然違うセリフ。え、ブレイダーのギャレンめっちゃかっこよくない。しかも S だし、タッグ限定。あ、そういうことは、ブレイドとギャレン使うときしか使えないのかな。すごい、そんなのもあった。面白すごいね。みんな最近どう、いかが。あ、待って、剣崎、俺は一体。橘さん、あいつらに操られてた。すまない、またお前に迷惑かけてしまったようだ。ギャレンさんなんかすごいいい人そう。うん、そうだね、倒そう。ギャレンで遊べるようになった。やった。え、収集入門なんかゲットしたぞ。あ、人形いっぱいゲットしたからかな。じゃあどうしよう。カザリさん、カザリさんやるか。前回こっちやるって言ったもんね。で、なんかコメント見る限りオーズさんを使ってはここに行けないらしいから、ちょっとじゃあ今使えるようになったブレイドさんのお友達使おうか。ギャレンさん、うん、使おう。もう誰も犠牲にしたくない。かっこいいな。で、ブレイドさんだけで行こうかね。ちょっと仲良しな感じで。飾りもね、強いからね。メモリーオブヒーローズをやってきたから分かる。あいつは強い。通常はじゃあこう、あ、待って、体力最大値アップ したいのと、あと何がいいかな。これはさっきつけたからガード使わないしな。範囲アップでいいか。これにするか。よし、行くぞ。
飾りさん久しぶりだね。久しぶりだね。久しぶりだよね。俺は自分の力を証明するための戦う。かっこいい。さあ戦おう。俺はもう逃げない。上からだね。俺はもう、誰かが傷つくのを見たくないんだ。ああ頑張ろうじゃあ頑張ろう。メダルを奪いに行こう。わカザルさんボイスありだ。やった。キャインキャイン。うるさいな。大丈夫ですか。キャイン。なんだすごい遠くから撃ってくる人がいる。待ってこの人あれだな。俺待って痛い痛い。ちょっと何しやがる。ちょっと待って、ね。俺には分かる。この人は強い。バックステップショット。ああなるほどね。バレットアルマジロってなんだ。ああなるほど。これで回避もできるのかな。あーでもこれ硬直がすごいな。硬直すごいからちょっとあんま使えないかもな。これ三角丸長押し状態で前方に突進してパンチ。あそういうことか。離したらすぐその場でパンチなんだね。了解。あでもこれに巻き込みあるのすごい。雑魚的にも使いやすくていいね。あとは近く長押し密着射撃。え、何これかっこよくない。あこの間に攻撃されたらいいってことか。え、何それかっこいい。この人愛機だね。不当にてオーズ電王が救援に駆けつけた。どちらかのえ、オーズさんでしょ。それじゃあオーズさんどっちにいるかな。戦わせてもらうよ。これこっちがオーズさんな気する。なんとなくだけど、どっちだろう。いるよね多分ね。見える見えるかな。うわ見えないパターンだこれ。え、どっちがどっちか分かんないの。え、困ったな。オーズさんであれ頼む。俺とオーズさん心がつながってるはず。最悪。俺30最悪だわ。電王と合流しちゃったよ。僕に考えがある。何ここは任せて。マジで任せていいの。あそういうこと。オーズ出現ポイントに待って待って。 あっちに行けばいいんだよね多分ね。ここはやるしかない。あ、そういえば三角ボタンで急に方向転換できるって聞いたな。やればよかったな、あれ。おらおらおら。トウ。何があんだ誰。良き週末を。あ、誰だっけこの人。あれ私自らの手で週末。あ、恐竜グリードだ。おっしゃ。うわ、恐竜グリード来た。待って、こいつ絶対強い。ちょっと待って。俺には分かる。おっしゃ。こういう最悪の戦法を取るけど大丈夫そう。待ってタイムリミットある。マジか。痛い痛い。ちょ痛い強い。おっしゃ。丸ボタン全然ダメじゃん。でこれこの人はどういう攻撃がつながるんだろうな。なんかどうしても、あ待って、バレットアルマジロ使える。バレットアルマジロ使う。私がそんバレットアルマジロ使った。あすごい、なんか三角攻撃が強化されてる。ちょっと待って、耳がめっちゃかゆいから一回耳かくっていうさ必殺技使っていい。ちょっと待って、やばい、耳がかゆい。一回外すでヘッドホンを。はい、つけていく。生放送でもなんでもねえんだから、もうなんかね、カットしろよって思うよね。あなたたちには俺はカットしない。こいつら。おっしゃ。危ない。ペイ。何強いのかこいつら。もしかしてバレットアルマジロ使えるから俺負けないぞ。こんなんでロックオン。ペイ。危ない。これバレットアルマジロ何永遠に使えるの。あもう使ってないのこれ。あ分かった。もしかしてさ、これ使うとさポイント減ってくパターン。大丈夫ですか。あ、そうかな。そう、どうこれ。わかんないな。時間で解除か、多分。痛い痛い、ちょっと。バレットアルマジロ強っ。こっちはね。急ぐぞー。ここだ。いた。はい。まだバレットアルマジロ使える。ファイアバレットも使える。あ、なるほどね。待って、もう倒した。強っ。これあれか、弱攻撃とかはあんま変わんないけど、あれもうファイアバレット終わってる。え、一発だけ。あ、ファイアバレット一発だけだ。え、そういうことなの。え、なんか悲しみを感じた今。え、どうした大津さん。なんか飾り恐竜グリッドの合流。わしかもめっちゃ近い距離。みんな死んだ。そろそろ終わりにしよう。
やめてくれ、終わらせないでくれ。私の週末は訪れません。負けねえぞ。オーズ撤退？え、負けた？オーズマジでやばすぎ。僕の欲望を満たすためには君は邪魔だ。うわ久しぶり飾りさん。僕は慎重だ。ファイヤーアッパーとか使える。待ってるし、ファイヤーアッパー。世界に良き週末。あ、なるほど、パンチか。もうだよ。待って、恐竜グリーンのやろ。先にこっちから飾りさんの目で。危なそう。あ、こういう時にあれだよ。危ない。待って、こういう時にフラフラすればいいんじゃない。なんかすごいことになってる。どうしました。どうしました。結構押してますけど。大丈夫ですか。やばい、飾りがめっちゃ話してる。頭使えないよって言われた。ディスられてる。なんか今なんかされてたよ。大丈夫。飾りさんなんでその余裕ぶっこいてる。ファイアッパー使えるじゃない、この距離なら。くらえ。強いのかなファイアッパーは。あ、恐竜グリード倒した。あと飾りさんだけど弱い。この人が強い説ある、もしかして。バーニングスマッシュ当たれ。大丈夫ですか。いった。待って、バーニングスマッシュ今技違ったよね。待って、やばい、ポイントがない。何それ、ブレードさんそんな攻撃できたっけ。これあれですね、奥に行けということですね。僕は完全な自分になる。え、それまでは消えない。仮面ライダーとして怒ってる。負けるわけにはいかない。あ、てか待って、もう勝ったじゃん。マジか。え、嬉しい。強いよあんた、やるじゃん。かっこよかったよ。お姉ちゃんに褒めてもらえるかな。ギュタロス一番かわいい。大切なものを失うわけにはいかない。ギャレンさんはなんか愛する人を失ったみたいな、そういう過去があるのかな。なんだろう、多分あれだろうな、あのポーカーゲームにすごいハマってしまって、闇カジノみたいなとこに行ってて、でお金を払えないぐらい負けて、その時に付き合ってた彼女を売ったんだろうな。大切なものを失うわけにはいかないって言ってたから、多分そういうことだと思うんだ俺。はい、ということで今回は2ステージやったのでこの辺で終わりたいと思います。これ飾りさん使えるようになったりする、もしかして。そんなはずないよな、今んとこ敵使えるようになってないもんね。はい、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。また明日の10時30分にお会いしましょう。またね、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ、おやすみー。